こんにちは。全景 AI フォーラムです。こんばんは。今日は、2021年5月26日、5月の終わりの全景 AI フォーラムですね。早いですね。くずし字はね、これ、多分、クロネットってあって、国立なんとかセンターがやってる、うん、僕一人主催っていうか、コンペの主催の人の、ツイッターアカウントフォローしてて、女性の、方なんですけども、その、彼女多分ずっと継続的にアプリの開発まで してる感じで、進化はしてるみたいですね。タブレットとかスマホで、ああいう画像をピッてやると、もうペペペって文字解読したのが画面上に並ぶみたいなレベルは、できてますね。まあ僕たちのモデルもっていうか、あのコンペに参加した人たちのモデルも精度の差こそあれ、基本的にはそれはできてたんですけどもね。だから今のこの米田さん書いていただいたものの中では、文字を取り出すっていうことと意味を取り出すっていうことと現代文に翻訳するっていうタスクは技術的に言ったら全部違う話ですからね。で、くずし字解読って言ってますけども、あれくずし、あ、認識ですね。くずし字認識っていうのは、うにょうにょっていう、ここの字がこれですよっていうことで、素朴に考えると、まず、そうやって、点在してる文字を、こういう順番で並んでるセンテンスですよっていうふうに、まずしなきゃいけないし、その上で、今度は自然言語処理、ナチュラルランゲージプロセッシングで、意味を取って、翻訳、現代文に翻訳っていうプロセスをして、我々に、現代人が読める日本語になったりとか、もっと言えば、英語に行ったりとか、外国語にしたりとか。ね、あと、その、翻訳したやつを音声にして読み聞かせするとか、なんかね、広がり方はいくらでもあるんだけども、それぞれが、特に自然言語処理って、結構、奥が深いですからね。そこ、僕たちは画像については結構、まあ、ディープラーニングが流行ったのがそもそも画像ベースでわーっと流行って、ああ、簡単に犬と猫が分類できるから始まってますけども、今日だっけ？数日前に、マイクロソフトが、自然言語処理だけでプログラムっていうか、機能を作るっていうのがなんか、発表したみたいなの、なんか僕、ツイッターのタイムラインに流れてて、ましたけども、マイクロソフトが GPT-3 を独占ライセンスを取得して、みたいな話で、それの応用として、なんかそういう風なのになったみたいな流れなのかなって勝手に思ってたりもしますけども、NLP は、今でもあの辺の話って、僕ごめんなさい、なんか取り留めがない話をしてるな。GPT-3 とかすごいすごいって、なんか巷のネットニュースに流れてくるものは確かにすごいんですけども、すごい話のほとんどって、Google さんとか OpenAI だって、イーロン・マスクの巨大なお金のもとに動いてるっていう、リソースで、分回して、要するに札束で殴りつけるみたいな人たちが成功してる話なので、全景 AI フォーラムに降ってくるのはもう2、3年後ねっていう話もあるんでね、なかなかこうできることできないこと、だからニッチっていう言い方は初めからニッチに言ってもしょうがないですけども、なんかいい手頃なターゲットっていうのをなんか見つけて、る必要がありますよね、きっとね。長藤さんは、ああ、Excel 化されてるだけで、スケジューリングの話ですね。Excel 化されてるだけでまだマシで、某所はホワイトボードで人的にやってた。でも、ホワイトボードでやってるシステムを改善しましょうって言ったら、まず初手としてできるのは、ホワイトボードをスマホでピッてやったら、Excel なりスケジューラーにデータを落とし込んでくれるアプリを、認識アプリを作ったら、まず一段階できるみたいなね。それはすぐに、今、画像認識モデルをスマホに導入して、っていう風な、なんか簡単な応用とかできますよね、きっとね。なんかそういう、そういうリアルで困ってる
地方の石川の中小企業の人たちに全経 AI フォーラムがソリューションを提供するとかありえますよね、きっとね。うん、それはいいですね。そういう